伊豆大図鑑、はい、はい、ということで、はい、今日もいちごステーションからの公開収録です。はい、よろしくお願いします。はい、静岡県は、はい、伊豆の国、はい、伊豆、はい、伊豆の国市、伊豆半島のど真ん中、はい、他郷の駅から徒歩、3、4分のところにあるいちごステーション。いちごステーションってどんな場所でしたっけ？はい、ここはコミュニティスペースをやっています。はい、であのいろんな、歴史から現在の、はい、物産まで、はい、もう何もかもここに来れば分かるよという、はいはい、伊豆川研究会の事務所も兼ねてます。はい、といういちごステーションからの公開収録でございます。はい、よろしくお願いします。はい、ということなんですが、うん、お話をしていただくのはこの方です。はい、こんにちは、橋本と言います。はい、橋本孝之さんと共にお送りしてまいりますが、はい、さて、こちらはパーサーです。はい、パーサーです。はい、あんまりいつも言ってませんけども、パーサーです。はい、はい、さあ、ということで、はい、今日もですね、あの橋本孝之直筆伊豆大図鑑&、はい、前回お話した自然寺温泉名勝写真すごろくをバックにお送りしたいと思います。はい、はい、一応宣伝だけしてもらいます。はい、そうですね、はい、これ買ってください。はい、300円です。うん、はい、はいはい、その他あのサイコロとか、うん、解説がつくと5、600円ぐらいになるかなと。うん、はい、そういうことですね。いちごステーションで買えます。はい、町付けで買えます。はい、それから長倉書店でも買えます。はい、はい、ぜひ、はい、お求めください。はい、はい、CM ゾーンが終わったところで、はい、さあ、今日はどんなお話でしょうか？うん、最近ね、伊豆縦貫道とかってね、工事が進んでますね。はい、はい、これは、うん、東名高速、うん、それから新東名高速道路の、うん、を出たところから、はい、まあ、最初の頃あれ東駿河湾環状道というのにまず入りますね。あれ、あそこは東駿河湾環状道路ですね。そうそうそう、であの途中で道の名前がどんどん変わるので、うん、ちょっといろいろ大変なんですけれども、はい、あのずっと来て、それからあのトンネルをくぐって、うん、今一つだけ料金所、2つあるんですけど、正確には料金所が1つあって、はい、でさらにまっすぐ今度は来て修善寺まで、ね、はい、あの長岡を経営して修善寺へ来て、はい、今修善寺のちょっと先の修善寺の大平というところまで行ってるんですが、うん、ですね、はい、間もなく、うん、これは月ヶ瀬のあたりまで行くという。そうですね、先日私下田の方に、はい、っていうかよく通ってるんですけれども、はい、三栗というところがあるんですね。はいはいはい、そこにですね大きなタワーが立ってるんですよ。はいはい、もうびっくり、見上げるほどの本当にタワーなんです。はいはい、あれ多分、縦貫道の、三栗のインターができる、はいはい、そこの場所ですよね。もしかしたらトンネルの、うん、空気抜きとかそれとは違う、ね、そこが高架になって、うん、なんですか、そのインターチェンジになる、はいはいはい、だから松崎の方に向かうのと、うん、下田の方に向かうインターチェンジになる、ね、はいはい、もうそっちもじゃあ工事始まってるんです ね、 そうですね。これまあ最終的には下田まで行こうという道路になって、うん、本当にまさに伊豆縦貫道ということで、はい、中央なんだ、平成30年度、うん、その次の年後は分かりませんけど、うん、30年度に、うん、とりあえず、うん、月ヶ瀬まで開通、うん、なんか月ヶ瀬になんか、うん、道の駅もなんかインターチェンジにくっついた道の駅もできるとか、うん、まあね、いろいろ楽しい話題もいろいろあったりするんですが、それ今の道路は、うん、伊豆半島、まあ、皆さんこう伊豆半島をこうご覧になっていただいて、うん、伊豆半島をまっすぐ降りていくという道路です。で、まっすぐ降りていく途中に、うん、そのいわゆる今私たちが収録しているこの伊豆の国市、うん、他郷というところもあるんですが、はい、ここへ来るには、その縦貫道のこれは縦貫道っていうのかな、わかんないんだけど、はい、その、途中の大人中央インターっていうところを出てもらおう、はいはい、そうするとすぐですね、すぐですね、はい、でその大人中央インターっていうところを出てもらうとずっとまっすぐ行くとこの伊東へ抜けるんですね。はいはい、それも実はあの新しい道なんですね。あ、そうなんですね、はい、僕らがもうすでにあるものだと思ってたんですけど、うん、そうそうそう、比較的新しい深沢川っていう川が流れていて、はい、その堤防の上にできてる道なんですよね。はいはい、で皆さんもあれは昔からの街道だと思っちゃってるわけです、うんうん、でそういう道たくさんあるんですね。はいはい、で実はその道ではなくてもう少し下田街道を南に行くと、はい、今旭化成になってるんですが、うん、かつて東洋浄土はいはい、た会社があります、はいはい、でそこの横、まあ、小学校がありその
東洋醸造を越えて南に行くと、はい、ちょうど上り坂がこう上っていってまた降りていくと、はい、ちょうどその上り坂上り切ったところに、三島方面から来ると要するに、今の深沢川を越えて、はい、そこの上り切ったところを左に入っていく、はい、これが昔の糸井抜ける道の入り口なんですよ、はい、まあ、だからどちらかというと、まあ、大人から抜けていくというイメージ、ね、うん、そうですね、当然は、はい、あの大人駅があって、うん、まあ大正の半ばぐらいまではここが終着駅だったから、うん、そこからいわゆる伊豆半島のいろんなところに向かっていこうという、うん、そうですね、江戸時代もそうだったんですね。江戸時代もそうだった、うん、はい、はい、ということは、はい、まあ、大人を中心にそこから伊豆半島のいろんなところにこう行こうという中の一つの道、はい、伊東に向かっていく道、うん、これなんか名前かなんかついてますか？それはだから当然伊東街道、伊東街道、はい、はい、あの伊東街道っていうのはもう一本南にもありますね、はい、はい、もう一本南に比叡川を越える道があります、はい、これ、まあ、今で言うと修善寺から、うん、比叡川を経由して、はい、伊東に向かっていく道ということで、はい、はい、そっか、伊東は2本あったんですね、はい、で今言った伊東街道は、はい、これは、宇佐美まで出る、はい、はい、亀石峠と、はい、峠を越えた道ですね、はい、あの山の上に今でも亀石があるんだそうですけど、私は見たことがないんですね。こう言われてみたら、でも亀石峠、うん、あの伊豆スカイラインのね、うん、亀石峠のドライブインっていうか、うん、まあ、今あのお店はないので、はい、まあ、駐車場だけですけれども、うん、があるんですけれども、うん、その辺りにあるのかな、うん、亀石があるって教えてくれてるんですけども、はい、なんかもらったんですが、伊豆の昔話で亀石の話を聞いたことがあります、うん、はい、ここにあるよってね、うん、言ってますけど、見に行ったことないので、僕もまだ見てないんで、うん、見に来たことは思ってるんですけどね、はい、皆さんもぜひご覧になってみてください、はい、亀石の言われをここで語ると時間がかかりすぎるので、はい、今日はなしよ、はい、それで今言ったのはですね、あの亀石越えて宇佐美行くっていうのと、はい、もう一つでもこれ少しあの入り口おかしいんですが、はい、伊東にばっかり行ったら面白くないですよね、はいはいはい、西海岸にも出たいわけです、はいはいはい、で西海岸に出るのはっていうとですね、はい、今度は今の大人小学校があり、はい、遠くの方は分かんないかもしれないですね、はい、まあ、あの大人駅近く、大人駅と東京駅の間ぐらいで、ちょうど間ですね、はい、その大人小学校と東洋醸造の間のところを今度は西に向かうんですね、はいはいはい、と西に向かう道がまっすぐ続いてます、はい、で鹿野川に突き当たります、はい、で鹿野川に突き当たると、昔はそこに渡し船があった、はいはいはい、で渡し船渡ってさらに西に向かって、うん、でこれが水戸間です。ほう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 、水戸に向かっていく、はい、今この水戸というのは山に、うん、あの津、うん、そうですね、あの山水にこう津っていう字を書いて水戸って読むんですけど、はい、まあ、今はあの水戸シーパラダイスがあるの で、あのラブライブサンシャインなどで有名な水戸でございますが、はい、ということで東西交通が出るわけですね。はははは、はこれ、今はどうしてもね、うん、電車の駅の大人駅を中心に考えちゃうんですけれども、うん、昔は、うん、そのまだ鉄道がない頃、うん、要するに江戸時代もでもその道としてはあったわけですね。そうですね、歩く道です、ね、うん、これはどんなふうに使われてたんですかね。そう、そう、それをちょっと言おうと思ってたんですよね、うん、それはどうするかっていうと、あんまり使うイメージはないじゃないですか、はいはい、なでこの人はここの人もわざわざ宇佐美行くか水戸に行くかって話になるわけですが、うん、はいはい、ただ水戸に行くのはたくさん使うんですよ。何を使うにするかっていうとですね、これ年貢を運ぶんですね。はいはい、はい、でも江戸時代水戸の方に出るんですよ、うん、そうそう、ここは鹿野川があるので川、はい、に乗っけて沼津に運べばいいとか、はい、東に運んだ方がなんか江戸には近そうですけどね。近そうなんですけれども、実は伊豆半島の南の伊良崎のところもあると、はい、船が座礁しやすい岩がいっぱいあるので、うんうんうん、で江戸時代の船は羅針盤とかないわけですよ、はい、ないですね、だから陸上が見えないと怖いわけですよ、ね、はいはい、だから陸上見えるところをずっと行くわけですね、はい、あとあまり陸に近づきすぎちゃうと座礁しちゃうんです、うん、でいうのでですね、それで、なるべくだったら安全なところを取りたい、はい、というので本当は東海岸出た方がいいわけですよね、はいはい、東海岸出た方がいいんだけど、その今の峠を越えるのが亀石を越えるのが
はいはい、はい、うん、それだったら水戸へ出る方がいいと、はい、いうことで水戸へ出て、うん、で年貢を運ぶ、はい、でこれはたくさん運ばれ、はいはい、非常に重要な道具だったわけですよ。なるほど、はい、うん、ではこの東に行くのは、はい、今実は水戸街道は、うん、はい、何をするかっていうと、うん、水戸の方から鯛を運ぶ、はいはいはい、鯛を運ぶ道だった。お、前にもどっかで話したかもしれませんが、はいはい、ね、あの鯛をね、うん、江戸に運ぶというね、そのここも鯛を運ぶ道だったんですね。あ、はい、じゃあ、まあ、要は、うん、まあ、当時の物産を運ぶ、そうそう、はい、道路、主要道だったという。でも今僕たちが思う道路と、うんうん、当時の道路のイメージは相当違ったんでしょうね。そうですね。ですので多分ですけれども、交通事情というか、うん、歩く道が大変だったんですよね、うん、で下畑というところの途中にあるんですよ、はい、でそこの資料の中にですね、下畑村を通ってそしてこう運ぶんですけれども、はい、東海岸を運ぶんですが、うん、その谷が腐ってしまった、はいはい、多分その運ぶのに難儀したんでしょうね、はいはい、それで谷が腐ってしまって、うん、で下畑村にでその運び方が悪い、だから腐ってしまったんだって、うん、怒られちゃった、うん、怒られちゃってるんですよ、うん、はいはい、うん、でごめんなさいって書いたんですね、はい、そういう文章が残ってるんですね。なるそうするとそういう文章が残ってると、あ、これは鯛を運んだ道だってことが分かるわけですよ。はい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 、やっぱり鯛も腐らせてなんもっていうことでした ね、うん、そうですね、今になってみればね、はい、だからいつも言ってますが、そういう記録が残らないってちゃんとスムーズに運ぶことができていたら、はい、そういう記録は残んないわけですよ。なるほど。たまたまそこで鯛が腐っちゃったので、なるほどね、ああ鯛運んでたんだって分かるわけですよ。はい、やっぱり失敗してもいいんですよ、だから、うん、ね、失敗は成功のもとっていうか、うん、はい、失敗は歴史の検証のもと、うん、はい、はい、そうですと必ずそれを探すと、はい、ということで、うん、ね、また伊東川街道についてはまたもっとさらに詳しく伺いたいと思いますけれども、はい、今日はここまでということでね、はいはい、今日は伊東街道についてお話を伺いました、はい、橋本孝之さんでした、はい、ありがとうございました。